マカナマカナはアメリカ大陸で広く使われていた木剣、昆棒である。メソアメリカやカリブ地域で使われていたマカナは木の板に溝をつけ黒曜石の葉を挟んだ木剣である。マカナというスペイン語はタイの語に由来するとされ、ナワトル語ではマクアビトルすなわち手の木という。製鉄技術がなく金属機の使用が限定的であったメソアメリカではマカナが 戦士の武器として広く使われた。また、ナワトル語のマクアウィトルは植民地時代の文献では県一般の訳語として用いられる。アステカではマカナはジャガーの戦士など選ばれた戦士にしか与えられることはなかった。長さは1.0から1.5メートル、幅は5から10センチメートルで鉄の剣ほど貫通力はなかったが鋭く、 敵の獅子や首を切り落とすこともできた。落とさないように紐が付けてあり、中には貝や宝石による象眼や色の鮮やかな鳥の羽毛で飾られたマカナもあり、そうしたものはよりくらいの高い戦士が持った。アステカ時代には限られた地域にしか算しない黒曜石の分配をテノチティトラントラテロルコが担っており、従ってマカナをはじめとする 様々な刃物を生産することができたので、軍事力、生産力で周囲より勝っていた。古代中米文明の宗教では、生贄の供養が必要不可欠であり、生贄確保のために強大な軍事力と、幾度もの遠征、衛星国、同盟国などの反乱や隣国との敵対関係が必要であり、この黒曜石と、マカナの量産は、アステカの映画を維持していくには必須であったとされる。 マヤ地域以南の新大陸やカリブ海の島々で用いられたマカナは前夜姿勢で黒曜石こそ使用していなかったが刃物のように鋭く削られて作られており敵を殴打するだけでなく剣のように敵の体を叩き切ることも可能だったという棍棒でもあり金属製の鎧でも十分に効果があったためこうした地域を探検したヨーロッパ白人は刺し子の鎧を着用して これに対抗した。ありがとうございます。